大人オンラインライト。はい、まあパンチングというよりかはですね、まあ落とし込みではないかと。まあ、パンチングってほんま無理くり名前つけたんちゃうかなと思うぐらい、昔そんな言葉はなかったんで、もう落とし込みでいいと思うんですけどね。まあ、ライトパンチングなので、琵琶湖のめちゃくちゃヘビーカバーをくそ重い重りで高く上げて、こう狙っていくっていう釣りではなくて、あくまでまあスピニングで、まあ、野池でっていうとこなんで、ライトパンチングです。まあでもこのポイントほんまね、時間置いてまた入ったらまたすぐ釣れるんですよ。まあ、夕方のスーパーみたいになってるしね、ほんまに。バスもなんか集まるとかあるんかな。ちっちゃいですけどね。はい、まあそれっぽいことを言うと、フックね、ワイドゲープかナローゲープ、これ使い分けしっかりすると、フッキングがね、バレることないと思います。はい、パンチングですけど、パンチパーマーってね、ほんまに手串ができないんですよ。もう手が通らないんで。僕の感覚的にはまずアイパーですね。アイパーを当ててからもうちょっと行きたいなみたいな感じでリーゼントパーマにして、まあ、リーゼントパーマが一番かっこいいんですよね。当ててから何ヶ月か経った後にまたこれセットがしやすくて結構決まるんですけど、でそこでパンチパーマ当ててしまうと、まあ、かなり後悔。リーゼントパーマまでは持てると思うんですけど、パンチパーマまで行くとね、持てないですね。はい、よっしゃ。入ってんのかな。サイズやけど。まあまあよう釣れるんですよ、ほんとね。簡単に。はい。まあ、池がいいっていうのもあると思うんですけど。元気やな、めっちゃ。まあ、どうでもいいんですけど、今ちょっと豚の確認を仕込みながら編集してるんでね、ちょっとナレーション入れて、豚過去行ってみたいな。で、ナレーションみたいな。はい。飽きてくるんで、トップゲームいきます。切れた。だるっ。げえ。ほら出た。出るけど乗らんねん。はい、編集も順調です。豚の確認もですね、順調に仕込んでおります。いい匂いがしてきましたね。そんな匂いに誘われて、バスもパクッとつまみ食い。はい。はい。はい、このエアバックバグはですね、非常にフッキングがいいです。ボディがペシャーンってこう潰れてくれるんで、もうほとんどバレないですね。まあ、黄色いお店とかやったら非常にいけない値段で売ってるんですけども、まあ、めちゃくちゃ釣れるんでね、おすすめです。ほんま安いしね。はい、終わりです。というわけでご視聴ありがとうございました。エンディングもシンプルでいきます。セクシー松山でした。